はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリアの伊藤敦史です。ハレリアの向こうです。はじめました。第6回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバットですけども、僕は2回目の登場となります。いやこれはもう僕は今回初めての。あ、初めて。まさか僕が出ると、これ終わりが始まったって感じです。何やってもなんか音声とか音入れてもらえるらしいんですよ。編集さんが強い言葉をもらったので、もう自由にやらせてもらおうと。さてこちらの方、大久保さんといえばですね、ハレリア劇場っていう、皆さんご存知か分かんないですけど、ちょっと頭のおかしい記事をいつも書いてくださったんですけど、ハレリアのそのマジック以外の記事をね、そう。ハレリアに乗って唯一の多分そのマジック関係ないけどみたいな記事を書いてますね。そんな大久保さんですけども、最近どうですか。最近どう。最近どう。そんな振り方ある。最近、あ、でもちょうどね、あの今グランプリ京都が終わったばっかり。はいはい、グランプリ京都収録のタイミングがね、スタッフも終わったばっかりですけど、ましたグランプリ京都、松川さん参加されてましたけど、どうでした。初日はその並みで、うまいこと飛ばしてノーバイかなって思うんですけども、2日目はなんかわずか2回対戦しただけで合格しちゃいました。すごい卓だったんですよ。もう市川祐希と僕がいて、はい、他の6人はもう外国からの資格なんですよ。すごい。プロツアー、さらがら。完全にプロツアー。僕は1年1を当てたわけです、カウントの時は。アムムトの永遠種、サンマラ、ムーコー、クロコダイル。おっ、これ1まで勝てるようなんですね。流して。流す。出ましたね。マナの火付け射手っていう。いまだに一度赤。ツイッターでは言ってましたけど、あのカード好きすぎでしょ。いや、僕、アーチャーが好きすぎるんですよ。アーチャーが。決め打ちのマッチだったんですよ。2011年の世界選手権でだって肉屋の包丁っていうすごい強い装備品があったんですよ。あれを流してデリバーを取るっていう。いやいや、もうデリバーだってもう構築レベルで、デリバーをイベントで使うっていうまず発想としてわからないから別に肉屋の包丁取っていいだろ。そう、グランプリ京都といえば僕やっぱりそのずっとみんなリミテッドやってて、はいはい、なんかそのリミテッド上手くなりたい、リミテッド上手くなりたい。リミテッドってそのやらないと分からないです。確かに確かに。上手くなるにどうしたらいいのか。はいはいはい。リミテッド上手くなりたい。いや、松南先生にここは、はい、どうすればいいのかってところで、今回大久保君にぴったりのフォーマットをぴったりのフォーマットを用意しました。僕に。はい。これがもうウィンストンドラフトと。ウィンストンドラフト。ウィンストンドラフト。ウィンストンって言ったらね、はい、あのタバコのね、銘柄のね。ウィンストンドラフトね、あれですよね。うん、ね、あのあね、あの。ドラフトですもんね。曖昧だな、なんか。だって、ね、いや、だって、ま、今、これカメラの前にこれ、なんかすごい、これ見逃しに3パック置いてあるんですけど、まあ、多分3パック置いてあるってことは、まあ、でもこれをね、使って、まあ、カードをピックして1曲っていうのが、はい、まあ、ウィンストンドラフト。まあ、それドラフトなんで3パック使いますけど。まあ、ウィンストンドラフト何かっていうと、その、普通のドラフトは8人で、はい、やるわけなんですけども、ウィンストンドラフト、そう、2人でできるドラフトですよね。2人でお手軽ですね。そう、すごいお手軽のドラフトということで今回やっていきたいと思います。なるほど。じゃあぜひウィンストンドラフトよろしくお願いします。お願いします。じゃあやっていきますか。ウィンストンドラフト、ウィンストンドラフトやっていきましょう、はい、じゃあ早速やっていきますか、はい、まずウィンストンドラフトはパックをお互いこういった破滅の時にパックカモンケット1パックを用意しまして向いていきますと。ドラフトで、見ない、この時注意なんですが、中身を見ないように、こう、見ないように向きます、まず。パックの中身が14枚あることを確認していただいて、競技レベルなんで、これは競技レベルなんで、カジュアルドラフトですけど、カジュアルドラフト、聞いたことないカジュアル、いや、俺たちのこれからのドラフトは、競技レベル。ガチンコですからね、ガチンコ競技レベル。これを一つの束にまとめまして、さらにこれをもう一つの束にまとめまして、ドンと。お、ドン、ドン。え、一つの束になっちゃいましたけど。じゃあシャッフルしてください。シャッフル。シャッフルしてください。じゃあまず、準備だけしてみますか。ここに。3枚カードを並べました。並べますね、カード。で、この段階でゲームの準備ができましたので、先手後手を決めますか。ダイスロール。ドラフトの先手後手を。ダイスロールだったらもうやめないか。言ってるそうなんですね。8。あれ？おピンゾー。はい。じゃ
じゃあどっちいいっすか。じゃあ僕高校でお願いします。高校？いやさすがにそんなのある。いやこれ高校遊戯だから。なるほど。相手のリアクションを見てプレイするっていう。なるほど。じゃあまあ駆け引きあるから。わかりました。じゃあ僕先手で、でウィンストンドラフト何をするのかというと、ここに3つのタッパがありますと。この山札から近い方から先行のプレイヤーがカードを見ていきます。まずじゃあ1枚見ていきます。シュッシュッ。さあこれを先行のプレイヤー取るかどうかを決めます。取るんだったらまあそのまま取って相手のターンで、取らないんだったら戻して山札の上から今見たカードの上に1枚を重ね、見ないで重ねる。そうですね。見ないで重ねて次の山を取りますと。シュッシュッ。はい、これをまた取るかどうかを決めて、どうしようかな。うん、まあまあのカードではあるが、まあとりあえず向こう側に行くから俺は。取らせる。まだ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 行くよ。でさらに向こう側を見に行く。あーすげえ悩ましい。そんなに悩むことある。向こう側に行こう俺は。俺はで3枚目まで行って取らないことを決めた場合、まあ3枚目にも同じように重ねまして、このトップデッキが始まります。おお、ゴッドドローですよこれは。僕はピリオの向こう側に行くんで、ゴッドドロー。はい。語りに落ちた。はい。僕がそちらのカード、はい、今度僕が同じように今度2枚になったファイルを、はい、カードを見ていくっていうね。すげえな。もうちょっとはいはい、リソース増やし、これはねあんまり悩まない。リソース増やしちゃった、うん、さっきねちょっと強いっつってた。なるほどね、まあ、強いけどなんかさっき悩んでた3枚目はねやっぱ見たい。これどういう。これが悩ましいでしょう、結構。戻りてー。いやー、まあ確かに、いやなんかねー、ゴミが入ってるんだが。どうしますか、向こう側に行きますか。向こう側行く。未知のもう。でもこれは、内政のもう。これは取ろう、これは取ろう。あれこれ取ってみよう。もう開かないです。ゲートというアフターライフを。ファイルから取った場合も、見ないでここに1枚。あるかな、今ここで331と。あるわけですね。そろそろ力がパワースポットが溜まってきたなって感じで。流脈がね。そろそろ溜まってきたでしょ。溜まってないっすね。まだまだ。ちなみにこのウィンストンドラフト、当然この山札の中には僕たちが6パックあったんで、6枚のレアがあるはずなんですよね。そうそう。そのレアをね、やはり探しに行くことがね、肝要なのではないかとね。それ取らない思うわけですよ。これ結構育ってきてると思うんだけど、どうなんだろう。俺が稼いだ。ああ。また鳴り始めた。これは結構強いな。でも向こう側に行こう。そういうゲームじゃないから。2回連続で向こう側に行こう。おお、これは。このリアクションは。これは向こう側の価値があったね。はい。はい。これもう5枚になってるんで、もうこれピックしてるだけで松川さんはこの色やるだろうなぐらいの想像がつく。自分だって取っていったじゃん。自分取らないよ、ね、悩ましいね。パワースポットシュッつってこれは取ってもいいような気がする。なるほど。そろそろじゃあパワースポット5枚入れる。留学が一気にカードフリ増えるからね。パワースポット倍になる。パワー足りねえんじゃないの。うん、パワーが足りないような気がしますね。僕には。えでもこれもこれも5枚、これも5枚スポットですからね。ずっと流され続けてきた。あーこれはパワースポットですね。これはやっぱねこういうカード大事なんですよね。こういうカードが大事なんで、ここはちょっとパワースポット信じて。いよいよ、いやそれ行かれたか。もうゲットして、まあ行くよね、ゲットしておきます。でもこれで逆に言えば僕は松川さんはあの色やったなっていうのが、いやなんか今判断の基準が果たしてそこにあったのかどうかっていう判断。新しく上から加わったカードが判断の基準になったかもしれない。なるほどね、こうやってね永遠に育ち続けていくからねこれ。いやこれは次行こう。おまだまだこれはね
はいはい、あ、はい、え、レアじゃないの、あまり時間いらない、あまり時間がいらない。さあ、あ、これはね、このカードもすごい大事なんですよ。このカードも大事なので、そろそろ、そろそろ必要な気がしてきましたね。これはじゃあ、そろそろいきましょう。これをもう欲しさに、あとまあカードもいっぱいあるんで、置いていきましょう。これね、カードプレイの枚数、差ついてきたね。すごい、今、パワースポットをかなりピックしたからね。これね、ものすごい枚数あるよ。そう、プールの枚数、平等じゃないから、ほとんどゴミだけど。お、いや、あれ初めて扉を。なるほど、なるほど。まあ。さあ、こういうことはしよう。え、さすがにこれはピックでしょう。早い。これはピックでしょう。やったか。これはピックでしょう、さすがに。やったか。さあ、どうぞ。これもね、あれ言っていい。あれでれれ。まあまあまあ。あ、枚数欲しいね、そろそろカードの、まあ、こんなカード、さすがにちょっとまだパワースポットが溜まってない。力が溜まってエネルギーが。ん、え、これは難しいですね。さすがにこの人はこれぐらいは。はい、枚数欲しいんだよなっつってこれを取るか。さあ、進んでまいりました。これもかなり強いっすね。これはかなり強い。このカードも例によってね、欲しいところですね。このカードは欲しいの分かりますか？はい。あんまり寒いのにさっき言っても、これは強いね。欲しいが渡したくないので、どういうかな。はい。さらに向こう側に、門を。いやいやいや、よかったよ。あれ耐えた耐えた。え、これすごいの来た。すごいの来た。これはすごいの来たな。ハッピー重視でいくでしょ、これはもう。当然エンジョイマジック。エンジョイマジックでしょ。今日やってんですね。これはエンジョイマジックでしょ。結構、引いてるな。なんかカード少なくない？なんか俺も、ものすごい嫌なんだよ。まだ11枚しかない。あ、これはもらいましょう。すごい欲しいです。はい、はい、まあこれぐらいのカードは別に特にっていう感じですね。はい、まあこれも別にそんなに。はい、まあこれもちょっと欲しいな。これが欲しいのでね、まあ持っておきますか。はい、おお、お、いいね。いいね、マジか。松川さん、当たった。やっちゃった。俺ちょっとこんなんじゃないでしょ、残ってるの。代わりにこんなの残ってきた。ちょっとね、レアが6枚のうちどこにお互い何枚持ってるかな。これも、まあまあだが、しかし、こんなところでは止まれない。ふっ、あー、そろそろトップが呼んでるんじゃないですか。まあね、伏線としてやはり伏線も欲しいですね。使います。これはね、まあまあまあ無難なカード。シュッ、まあ、もらいましょう。はい、スッ。おお、さすがに。これはそんなそんな俺が見た時別に大したことなかったけど。いや、セットか、セット、ハッピーセットだったな今。ハッピーセットだったな、完全に。これがあるからこのゲーム怖い。シュッ、あー、渡したくねえ。しかし、しょうがない。はい、うーん、ちょっと難しいな。これぐらいのカードでは止まれない。もっとまだ一緒に行く。お、素晴らしい。お、これは素晴らしい。いや、なんかね、即決されると怖いね。いや、これは全然行くでしょ。そう、まあまあまあ、それだよね。さあ、まあまあ、はい、はい、高望みしすぎな。お、これは、ここまで来たらかなり止まりましょう。そろそろ枚数も少なくなってまいり、ああ、いや、しょうがない。はい、別に、はい、ん、なんかデジャビューが向こう側に行くか。そう、久しぶりに久しぶりにコットドローン自然を超えて。ふわ
おーやったやったそんなリアクションある、すごい、なるほどね、行くよね、さすがに、はいはい、そうそう、じゃあ、できたできた、パターンできた、これぐらいではちょっと、さあ、え？どうなんだろうな、でも、エンジョイマジックの可能性はあるな。エンジョイマジックの可能性、概念エンジョイマジック、エンジョイでいくか、すごい書いてること結構すごいから、エンジョイでいくか、エンジョイ、エンジョイ読んでエキサイティング、やばい枚数が、あ、これはもう終わります、すごい欲しいところです、はい、そうそう最終形を仕上げにいかないところ、悩ましいがする。お。さあ、これは強いな。向こう側に行くか。あと4枚。いや、まだ見ぬレアが、まだ見ぬレアが眠ってる可能性を否定しきれない。レアが何枚出てるかわからないから。はい。え？神よ。神どうした？なんかさっきが速度強くないっす。すごい。いや、 やっぱね、探しに行かないといけないんだよ、人は。夢をね、行きますか、夢を得なくちゃいけない、まあまあまあ、はい、えちょっとすごい伏線回収すぎじゃないこれこれ、まさかだろ、このやる前から負けた感じ伏線回収したさすがにもらいましょう、伏線なんで、これはね、今度もキャッチですよ、これは。山がなくなったけど、このまま残りの3枚を3つの札を分け合って終了と。なるほど、まあ、これはいってもいいか、はい、シュッシュッ、あーで、あれがあれか、うーん、さっきのリアクション見るにそれちょっと取りたいんだ、ね、はい、お、よかった、はいはい、さあ、リックが終了したので、あとはこれでデッキを作ってっていう流れになりますね、はい、じゃあ、デッキを作っていきますか、デッキを作りましょう、はい、じゃあ、先行方向、はい、10後手な気がしてきたな、後手かな、後手だな、回らないいいのかな、じゃあ、お願いします、先手です、いやこれいいハンドですねこれだな、こっちが一枚もなかった、いいぞいいぞ、やっぱり対戦って軸足を狙っていく卑怯すぎない、まずだね企画卑怯すぎないでしょ、企画ですからもうちょっと盛り上がる、あ、ちょっと待ってください、1、2、3 6枚、完全に勝負師の顔になってるで、戦術トップトップに残した。はい、じゃあ始めましょう。お願いします。はい、パリ。スタッフから。はい。おやおや。なんか話が違うぞ。いやいや、この攻め守りどっちも強いから。いや、そのカードね、そのカードから来られると結構きつい、ね。お、サテン。19、はい。終了。守れないエンジョイが来たなぁいきなりエンジョイ要素が来てしまったなぁ、うん、え終わり、俺エンジョイ来てしまった、4枚のレアのうちのね、マジかよエンジョイが来た、これは地獄かさあさあさあ、前回引き続き、前回のケイチン会に引き続き、めっちゃこれ対象はどっちね前回のね
さん。これね、ハレブスネ会に。このハレリアコンバットを代表する。今度も行っちゃうか、ライブラリーアウト。殴れないしな、シュート。終わり。再起します。これ、エンドにサイクリングをするとどうなるんだ？終了ステップの開始。終了ステップの開始じゃん。だから、最初のステップにすると関係ないのか。関係ない。本当だ、すごい。じゃあ、ターン終了時ということで、優先権いただいて。カード引きました。エンドのサイクリングは買わせる。エンドのスペルだとライバルが削れないんだね。で、なかなかやるな。まさか、メタサイクリングでメタってきたか、ライブラリーアウト。知ってたんだなーって。なるほどなー。じゃあ、でかいやつを強い出していこう。はい。5-5、ターン終了。なるほど。はい。はい、4-4。で、アップキープ2秒。はい。ドロー。ドランして。はい、ランパー。ランパー。まあでも殴れるうちになっとか15で、ターン終了です。第1話よしよしスペル落としたスペル落としてこうよろしくな。はい、待て15終わり。頑張れ。はい、大きい。シュッ。あー強いコンボ。なにー。じゃあカウンターはここに乗せました。はい、はい、はい。シュート。本当にパンプで戦術。はい、なんだろう。下ろします。はい、結構なんかもうトークを忘れる。難しい。エンドは何もなし。でアップキープでフォロワーめちゃくちゃしてくるな相手。しかし赤身と青でようやく青々が揃ったな。青々が揃った。なんかある。これでね、いやまあこれが起動できるんです。ライブラリーがどんどん削れていく砂漠を。俺も削れるんだけどね。ハエンドが2枚。はい、はい、切ります。センター、センター入って、シュッ。おー、バウンス。ここバウンスされるの全然美味しくないな。じゃあ2枚。はい、うわ。はい、2枚。うわー、しかもスペル2枚落ちたよ。このエンドにさらに、まあ、2枚ということで、はい、頭を再キャストします。はい、オッケー。さあ、なんか乗っけて、はい、そしたらじゃあ自分にもう1回乗せますし、はい、OK、で、終了かな。はい、2枚スペルバック落ちない。狙いすましたように。取ろう。そういうのある。はい。はい、4点。いやー、これおしまいです。見せつけてくるな。多角的に攻めてくよ、ライフとライブラリーと。こんなにスペル落とされてたらね。多角的に攻めていくよ、ライフとライブラリーを。いやー、どうしよう、どうしようもねえな、これ。痛め止まるが、しかし。終了。シュッ。はい。何点？3。終わり。そろそろ空を何とかしないといけないんだが。さんに火薬が、火薬2点が入るよ、こいつ。火力だよ。ライフも攻めていくよ。
や、これはさあ、あ、これもね、4個目。いや、もうこれはね、空が止まらないよ。レア強い。いや、強すぎ。関係ない。44飛行が強かった。4まで44飛行だけで勝ってしまった。さあ、どーりあの時助けた。分解した。流した流したやつが帰ってきたな。いやー、演習強いね、このカード。やっぱ完全に流すんじゃなかった。いや、知ってたって。終了。流すんじゃなかった。こんなカードやっぱ強いもんだって、これも強いもん。存じております。2点で、5点。はい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 、いいですか。4点。はい、3055化け物。ヒット。ほんと OK。 余白がつく。こっちはプラニカードのブロックしてる。どうぞ。え、3万3点それで、うん、そこまでする。はい、というわけでお送りしたハルゲオコンバット、いかがだったでしょうか。すごいマニアックな、普段見ることのできないような対戦でした。まあそう、マニアックな、超多色な。まあ、ただこういう風にドラフト上手くなれば、もうお子さんもいつかプロツアーとかでやるかもしれないということで、いや、これ頑張りましょう。プロツアーというのも、はい、このハルゲオコンバット公開される頃、ちょうどね、プロツアー破滅の時が行われている、行われていると思うんですけども、僕たち、ハルゲオメディア班の方でも、取材を現地から行っていますので、ちょうど京都で行われているので、ね、今回は結構行きやすいですので、僕だけちょっとお留守番して、こちらで公開していくっていう現地レポートを受けする予定ですので、そちらの方もよろしくお願いします。で、それからもう一件、いつものこちらなんですけども、あの YouTube スペースという場所を皆さんご存知でしょうか。あの YouTube スペースっていうのは、あの YouTube が動画撮影する場所とか、あの機材を揃えたクリエイティブスペースなんですけども、あの利用する条件として、ね、チャンネル登録者数が1万人いないといけないんですけど、まだちょっとハルゲオはその領域に至ってないので、ぜひとも皆さんのお力で YouTube スペースを利用できるようにチャンネル登録していただければと思います。チャンネルはこちら。こういうの。はい、というわけで、今回はここまでですかね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。